メタモンです。明けましておめでとうございます。動画2回目かな。まだね、編集終わってないからね一応言っときます。明けましておめでとうございます。もうすでにね、1月の、9日土曜日だね、3連休初日を迎えました。いやー、昨日金曜日さ、ね、緊急事態宣言出て、いろんなことが、まあ、起きてます。特に東京ね、ここ東京なんでね。今日はね、ブログの方でね、昨日やっとね2021年初投稿したんだけど、まあ、今年ね、新たな取り組みとしてね、ソロキャンプ情報を発信するのは変わらないんだけど、またバイクのツーリングね、かけるソロキャンプかける投資制限、要はキャンプ飯の投資制限バージョンをね、ちょっとね、紹介していこうかなと思ってます。今ね、ちょうど買い物ライフで済ませたんだけど、あそこでね、かなりおすすめなね、投資制限向きの、お蕎麦が売ってたんでね、かなり投資も低くてね、美味しいです。うん。あれがね、いつもね、売ってるわけじゃなくて、同じメーカーさんのね、うどんの方がね、人気あるのか、いろいろ取り扱いが多いんだけどね、投資だけをね、こう照らし合わせてみたときね、圧倒的に蕎麦の方が有利なんだよね。一玉ね、16.5g なんでね、ロカボパンってあるじゃん、ローソンとかで買って食べれるやつ。あれは結構ね、ちょっと味とかいろいろね、美味しく食べてもらう加工してるからね、調子もちょっと上がり気味なんだけど、だいたい1個がね、12とかね、チョコクロワッサンっぽいのはやっぱ 14.7 とかなんか15くらいだよね。だからほぼ変わんないってことだよね。だったらね、間違いないかな、そばをね、食べた方が幸せになります。うん。なんでね、いつもね、食べてるそばを今回は外で食おうということでね、ちょっと変わったラーツみたいなもんだよね、ラーメンじゃないけど、うん、そう、それをね、近くの埼玉県のね、グリーンパークいつも正式名称忘れちゃうんだけどさ、グリーンパークへ行きたいと思います。いや、久々パン屋つけたからさ、あんまりこう動画に集中してるとね、幅が分かんなくてぶつけそうなんだよね。ちょっと気をつけないといけないね。東京のね、コロナ感染者2000人をね、2日連チャンで超えてるんでね、山手線とかさ、俺埼京線乗って通勤をしてるんだけど、もう密なのよ、もう完璧に。もう乗ってる間ね、ずっと目つぶってます。マスク二重にしてね、目つぶってますよ。これマジで。うん。なんか目の粘膜から入られた、侵入してきたら嫌だなって思ってね。空中で、まあなんかこう目とかね、触んなければ大丈夫なんだろうけど、ちょっと用心してます。今ここね、中山道をずっとね、ここ左側に釣り堀があるんだよ。子供の時よく来たね、下は釣り堀公園だったっけな。あそこさ、ここさ、ここ左入ってたんだよね、釣り堀公園。あそこさ、なんかさ、理不尽なんだよね。子供の時にね、練りを使ったんだよ。うん、練りを使ってたらやっぱり怒られるわけ、練りが禁止になってから。でもさ、仲のいいおじいちゃんとかはね、普通に練り使ってんだよ。言わないんだよね、管理人が。あれ、何なんだろうね、ずるいよね。うん。そう。ちょっとね、思い出したように不満を述べてみた。並べてみた。いやー、そこではいろんな釣りしたね。練りはダメだっていうのにね、なんかね、バス釣りが当時流行ってて、バスのロッドつけて、リールつけてね、吸い込みやってましたね。こんな超巨大なね、団子作ってね、吸い込みやってました。ガガ釣りだよね。なんであのガキたちがあんなガガ釣りすんだって怪しくて、いつもバレるみたいなね。いや、懐かしいな、もう何十年前 ?30 年前ん?もっと前か。そうだね、30年ちょっと前か。そうだね、35年前か。いやー、年食ったもんだね。うん。はい、グリーンパーク到着しました。うん。いやー、混んでっかなー。閉門5時半。うん。まあ、5時までに家帰んなきゃいけないから、その前だから、ね、全然 OK なんだけど。いや、どうだろう、人。
いやどうなんだろう、まあ、夏よりかは少ないのは当たり前なんだけどね。どうだろうね、みんなキャンプやりたいんじゃないの。いつもんとこ空いてますように。はい、到着したということなんでね、いきなりもう半熟卵を作ってきます。今日はね、ライフで買った糖質オフのそば、これをね、担々スープとともにね、あえて食べていきたいなと思います。愛用のムカなんだけど、旅ではね結構トラブったんだけど、今はね絶好調に使えてます。この日ね、グリーンパークはねキャンプやってる人もねやっぱ少なかった。まあ冬で寒いっていうのもあるんだろうけど、まばらでね密は回避できたんでね、ゆっくり過ごすことができそうです。この日はね風防忘れちゃったんでね、このね樹脂製のねテーブルをね風防代わりに使いました。今回ね使用するのはねトランギアのストームクッカー S。 これねだいぶ前に買ったんだけどね、結局メスティンを使い出したらねそっちばっかり対応してね、あんまりこいつのね出番が少なくなってました。このねマルチディスクっていうのがあって、これは、ね、別売りで買わなきゃいけないんだけど、まな板代わりもなるしでね、麺茹でた時に湯切りもねこうできるんだよね。すごく便利。このねストームクッカーをねガス化しようと思ってね、本家のねガスバーナー売ってるんだけど、ちょっと輸入しなきゃいけない状況だったのと、なんか探したらね中華製のねものが流用できるってことなんでね、買ったらねぴったし、もうねこれ専用に作ったんじゃないかっていうね、作りでした。当然ね火加減もね微調整ができるんでね、炊飯なんか得意だと思います。半熟卵の作り方なんだけど、俺はねもう沸騰したお湯の中にね、卵を投入してね、作っていきます。でねポイントがね、この卵のねちっちゃな穴をね、私はこれ画鋲で開けました、そうすると新鮮な卵ってね結構ゆで卵にすると皮がむけないんだよね、殻がむけない、結構イライラした人もねいるんじゃないでしょうか。それを回避できるんでおすすめです。で今回紹介したいのはこの島田屋の本そば、糖質 30% カットでね、これ裏の成分表を見るとね、糖質が 16.5g と、この一玉でね 16.5g なんでね、かなり優秀だと思います。冒頭で話したね、ローカボパンを食べるよりかこういったね麺類とスープとともに食べた方がね満足度が断然高いです。5分経ったんでね、火から下ろしていきます。スープはね事前にお湯の中くぐらせてね、溶かしておいた方がやりやすいです。ソロキャンプの料理って言ってもね、もう単純にお湯にねくぐらせて混ぜて食べる、まあすごく簡単な調理方法です。まあね手の込んだ料理もできるんだけど、あまりねキャンプではそういうことしたくないです。あとはね麺を1分間茹で上げれば出来上がりです。さっき茹でたねゆで卵を剥いていくんだけど、まだね全然めっちゃ熱いなんでね、これはやっぱお水でね冷やした方がいいなと思ってね、こうやってお水追加しました。じゃあね半熟具合をねちょっと確認していきます。この箸でねパカッと割るともう分かります？
トロットロなの。でね、ここにね、クロセのスパイスではなく醤油が香るブレンドスパイス、これね超似てるからね、ぜひ買ってください。イオンで買いますよ、300円だからね、激安でしょ。クロセのスパイスの3分の1だからね、バンバン使います。糖質制限向きの野菜としてね、一番有名なのがブロッコリーです。もうね、私もこれ結構ね、冬の時期はね安く買えるんでね、バンバン料理に使ってます。カリフラワーや、ロマネスコもね糖質低いんで安心して食べられます。あとはね、薬味のネギを上に乗せて完成です。早速ね、出来たてを食べていくんだけど、これはね、まあ家で食べてるっていうこともあってね、おなじみの味なんだけど、このブロッコリーとね、スープがね、相性いいわけ。もうめっちゃ美味しい。で、このそばもね、ちょっとね、普通の麺よりかはクタッとした感じ、あのコシが少し弱い感じなんだけど、十分ね、麺としてね、楽しめます。このスープの達人、担々麺なんだけど、この味がいいんだよね。糖質もね 6.7g とね、意外と低いんでね、他の調理方法でもねいけると思います。例えばね、鶏肉とね、野菜をね一緒にこう煮込んでもね、間違いなくうまいだろうね。じゃあ帰ることにしましょう。ここもいいんだね、これもできんだね。いや、今日ね、トライスをね、炊こうかなと思ったんだけどさ、水をね、正確に250ml ね、測ることができないからね、やめました。また別の機会にします。ちょっと帰りに二輪館でちょっと立ち寄ってコーヒーでも飲んでから帰ろうかな。いや、すこぶる変えてはないバイクね、燃費も伸びたし、ガソリンの匂いしないし、まあ当たり前なんだけどさ。